串本の海中公園という場所にですね、次は行ってみたいと思います。どうもありがとうございます。すいません、お手間かけしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わで、今度はですね、あそこに行ってみたいと思います。見えてるか、これ。見えてますね。あそこですね。あそこに行ってみたいと思います。お願いします。気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。なってます。はい、ありがとうございます。時刻はですね、今2時半過ぎぐらいで、ちょうどですね、帰り、私がタイムスケジュール組んだ通りのですね、バスが来なければアウトだなって感じですけど、多分来ると思うんで大丈夫と思います。はい、そんな感じにしてるうちに、はい、バス停到着。はい、時刻確認しますね。はい、2時34分熱があるはずです。で、今の時刻は2時29分なんで、これで来なければ済みますけど、おそらく来ると信じてここに待ちます。はい、おはようございます。今回ですね、この本州最南端の駅、串本駅から行けるですね、本州最南端のですね、絶景を見てみたいと思います。最南端、最南端という形でひたすら南へ南へと下っていって、本州が行ける最大の南の、絶景のスポットまで、今日は行ってみたいと思います。それでは行ってまいりましょう。おはようございます。すいません、潮岬タワーってこちらですか？行きます。ありがとうございます。これ500円いります。あ、大丈夫です。はい、はい、ということで本州最南端にですね、到着いたしました。潮岬って言いますね。はい、見てください。まあ天気晴れって聞いたんですけどね。はい、まあ晴れっちゃ晴れなんで、これでですね、私実はですね、5、6年前ぐらいになるんですけど、本州最北端にですね、行ったことがありまして、これで本州最南端も行ったってことになりますね。はあ、数年前から行きたかったんですよ、ここ。本当にここだけはちょっとどうしても行きたくて、私がこう数年前にここ和歌山に来た時があって、和歌山に来た時にここも立ち寄ろうかなと思ってたら、距離的にちょっと遠いなっていう風に思ったので、ここをちょっとやめたって感じになるんですよ。生きてりゃいけますね。本当に生きてりゃチャンスはありますし、生きててよかったなと思う瞬間もこれですね、本当に。はあ、ということでちょっといろいろと散策していきたいと思います。
ここの方がいいですね。ここの方が、はい、本州最南端潮岬、多分ここが元祖になったんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。はいはい、見てくださいよこれよ、ここの景色良くないですか。これいいですよね。やべ、まあ、昨日のようにですねめちゃくちゃ快晴っていうわけじゃないですけどね、まあでも青空少し見えますし、青空からですね見えるんで、まあ、よしとしましょう。はい、いやーいいな、ここ最高。